どうもこんにちは、ミサシ TV の成ひろです。本山です。本日あの前回紹介したはい自由研究お助けキット、これですね、レモンを使ってピーって音が鳴るかの実験をしてみたんですけど、今回はですね、なんとバナナです。ドンということで、バナナでできるかどうかを、じゃあ今日は実験していきたいと思います。はい、もうあの準備はで、はい、ここにできております。もう暗板も銅板もさせてあるんで、あのこの紹介はあれ前回出してあるので、前回の動画出してあるので、ぜひそちらからも見てください。はい、じゃあバナナを、はい、お願いします。これ1000円で片付ける1000円で、これ開けるって言ったろ。そうそうそう、ほら、あ、すごいね、これ食べれます？残りのやつ食べたい。さあ、できるでしょうか？音が鳴るでしょうか？これ何も変哲もないよ、普通にバナナ。一応全部やろうか。やり？どうぞ。やべえな、触れるところがなくなるけ。いいよいいよ、ここ触って触って。それでいいんだ。そうそうそう、折らないようにね。はい、なんか三日月みたいやね、形的に。はい、はいはい、はい、メインはこっからです。端っこと端っこの方か。そうやね。じゃあいつも通りさあぶっ刺しておこう。あ、端っこに、うん、ぶっ刺してなった。面白い、これなったね。なったなったよね。なったよ、絶対なった。ちょっと大きくしないとならないようなだけ言う、うん、はいはい、どうぞ。できますね。はい、まずは亜鉛板から刺して銅板から。聞こえるかな。どうでしょう。レモンと比べると大きいね。え、大きい？いや、あの、あれ3個と比べる、あ、2個と比べる。でも1個だったらね、うん、これ2個にしちゃうの。じゃあさ、これさ真ん中にしてみる。これ電池とか使ってないからね、電池とか。いや、普通に近いね。うん、感覚を狭く。お、すげえ、めっちゃでかい。でかい。え、すげえ。もう一回行ってみましょうか。はいはいはい、バナナの真ん中をするときですね。はい、うん、あ、そしてよし、読む方と、いい、やるよ。そして、すごいね。すげえ。すごいね。めっちゃ聞こえる。ちょっと待って、よし。もう少し近づけて。あ、やべ、取れた。うん。ちょっと重ねてみよう。あ、重ねると結構でかい。すごいね。何かの音楽です。こんな状態です。なんかあの昔のゲームに出てくるな、うん、すごい音見て、あのなんかまさかの、うん、テトリスみたい、テトリスに出てくる曲みたいや、うん、これは実験成功ということで。実験成功ですかね、うん、じゃあこのバナナは後で美味しくいただきましょう。おいちく、はい、俺、うん、あれこ、はい、はい、じゃあ以上、うん、以上でいいですか。はい、はい、実験結果から言いますと、うん、バナナは近ければ近いほど音は高くなるということが今回上がりました、うんうん、では次は次、うん、
俺の実験道具紹介しようか。オッケー。次回はですね、僕の持っている実験道具すべて紹介したいと思いますんで、はい、ぜひそちらも投稿されるまで楽しみにしてください。この動画が面白かった人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。